俺の明日か10万円これで家賃も払えるし、サラ金にも借りた金を返せる。つうかこれが明日からも続くということはあれ、もしかしてパチンコ勝った？おお、まあな。じゃあご飯でもおごってよ。あ、なんで俺がお前に飯なんかおごらなきゃなんねんだよ。え、だって勝ったんでしょ。ご飯ぐらいいいじゃん。ケチくさい男ね。え、ケチくさい？じゃあ別におごってくれなくていいわよ。ったく、ケツの穴は小さい男ってやんね。え、ケツの穴が小さい？じゃあね。おいこら、ちょっと待て。俺のケツの穴は小さかねえ。キュッと閉まってるだけだ。飯ぐらいおごってやろうじゃねえか。じゃあお寿司がいい。え、寿司？あ、あ、いいぜ。なんせ俺はケチくせえ男じゃねえからな。ラウンド6。いらっしゃい。そういや俺、回ってない寿司屋って初めてだな。つうか、なんかすげえ緊張すんだけど。この店はトロが美味しいのよね。ああ、そう。明日からこいつの力で金持ちへの道を進むとはいえ、サラ金の借金と家賃も払わなきゃならねえし、明日のパチンコへの軍資金も取っておかなきゃなんねえ。ケチだと思われるのは尺に触るから、こいつには好きなもんを頼ませておいて、俺がケチケチで行くしかねえな。え、何しやそう。私は大トロと大トロと大トロと大トロ。あんたは？じゃあカッパって、いくらなんでもいきなりカッパはねえだろ。最初の注文が締めの巻物ってどんだけケチくせんだ俺。じゃあ、お肌とイカで。ちょっと人の話聞いてんの？だからトロが美味しいって言ってんでしょ。ああ、うん、まあ。へいよ、おち。トクトク。美味しい。ほら、ちょっと一個食べてみなよ。え、ああ。これ一個いくらすんだろ。あ、もぐ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 。この濃厚な油が口の中でまったりと広がり、それでいてそのとにかくうまいね、美味しいでしょ。うまい。って待て、うまいとか言っちまったら次に大トロ注文しなくちゃならないんじゃね。ああ、うん、まあまあだな。え、そう。じゃあこの店はウニも美味しいらしいからウニ食べてみなよ。え、いや俺は。すいません、え、この人にウニください。いや、はいよ。いや、そのウニお待ち。はいよ。あ、もぐ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 。うんまうんまうんま。なにこれ、うんま。口の中に入れた瞬間、舌までとろけるような感覚を味わいつつ、それでいてそのとにかくうまい。どう？ん？これでウニもあんまりとか答えても、次はアワビとかなんとか言ってくるに違いねえ。だったら俺も大トロが食いて。うん、ウニもうめえけど、確かに大トロの方がうめえみてえだな。でしょでしょ、あんた分かってんじゃん。じゃあとりあえず私とこの人に大トロ50貫ずつください。いや、そのはいよ。お腹いっぱい。大将、お勘定前だ。9万7000円なりやつ。高っ。明日も頼むぜ、ツチノコさんよ。マジで。あれ、まさかそのブレスってツチノコのじゃない？ん、おい、よく分かったな。はあ、あんたって本当にバカなのね。あ？あのね、犬人間はいても土の子なんてこの世にいないのよ。え？だってちゃんと写真も載ってたし。あのね、今時 CG とか合成に決まってんでしょ？え？私がバイトしてるキャバクラのお客さんでそういう会社の人がいてさ、その人が言ってたんだけど。いや、もうそれ以上は聞きたくねえ。あれ？なんだ？今頃になってわさびが効いてきちまったみてえだな。ああ、涙で明日が見えねえや。くそ。ちくしょう！騙された！ち？考えてみりゃ
ツチノコが偽物だったってことは、昨日は俺の実力で勝利したわけだ。ギャンブラーとして覚醒した俺様の力で超失敗するの人生を変えてやるぜ。ビーチ、うわー、早速来た。もしかして勝った？うん、大勝ち。え、じゃあ飯をおごってくんない？は？何寝ぼけたこと言ってんの？あんた私の敵でしょ？え、だって昨日は俺がおごった。ったなれなれしいんで。もはや地球滅亡してくんねえかな。できれば明日あたり。